はい、皆さんこんにちは。今日はですね、カンボジアリーグに来た、なんで来たんだっていうところを、話していきたいなというふうに思います。それと、ちょっとサムネとタイトルにもあります通り、ちょっとお金事情の方も、皆様に、お伝えできたらなというふうに思っています。日本にいる選手だったりだとか、他の国でチャレンジをしている選手とかが参考になるような情報をお伝えできたらなというふうに、これを見ていただいている皆さんもね、やっぱりお金の話っていうのはやっぱり誰しもが嫌いなことはないと思うので、気になることとか、この動画を見てなんかちょっと思うこととかあったら、コメントとかしていただけたらいいなと。それでは今回もよろしくお願いします。カンボジアリーグになんで来たんだというところを、改めて、お話できたらなという。で、僕はですね、J リーグで、大学卒業してから J リーグで5クラブ在籍させていただいたんですけども、たくさんの本当にいろんな経験をさせていただきまして、本当に感謝してるんですね。で、これからこの自分のサッカーキャリアをどうやって歩んでいこうかなっていうところを、改めて考えるようにもなりまして、正直にここは言わせてもらうんですけども、日本に残る選択肢もありました。実際に自分でも日本に残ろうかなっていう考えもないわけではなかったんですけども、日本でずっとプレーもしていましたし、ちょっと外の世界を知りたいなということもありまして、愛媛 FC を退団した後にですね、やっぱり海外に行きたいなということをですね、自分の中で固めたというか、意思を持ちまして、本当にいろんな方々に協力していただいて、カンボジアリーグ今回来させていただいたんですけども、それでこちらに実際に来てですね、トレーニングだったりとか試合を重ねて、やはり日本の J リーグの例えば環境だったりだとか、リーグ戦 の, 雰囲気だったりとかっていうのは本当に素晴らしいなっていうのを改めて感じましたし、カンボジアがですね、これからどんどんこうステップアップしていってですね、アジアの中でもこうすごく成長力のある国になっていく。そしてですよ、皆さんお気になってるかもしれない、むしろそっちにしか興味がないと思うのですが、お金の話ですよね。正直ですね、すごくたくさんもらえるというわけでは正直まだありません。別に僕も隠してるっていうわけではないんですけども、あまりこういくらだいくらだっていうのを言ってしまうのもですね、なんかこう僕だけではなくて、なんか他の選手とかにもなんか迷惑をかける可能性もあるので、具体的な金額っていうのは控えさせていただくんですけども、実際にじゃあどれぐらいもらってんだと、これ高木言えよと、なんだよ結局じらして言わねえのかっていうのは絶対皆さん思われると思うんで、実際にどれぐらいもらえるのかっていう話になりますと、こちらではですね、お給料はアメリカドルでいただくんですね。で、実際にカンボジアにも現地通貨リエルっていうものがあるんですけども、外国人は米ドルですね、アメリカドルでお給料をもらうっていう形態で、実際のその金額でいう月ですね、月数十万円っていうところが妥当なのかなっていうのはいろんな話を聞いていたりだったりだとか、今ですね、実際に日本の平均月収というのを、ちょっと調べさせていただいて、僕今も30、今年1歳になるんですけども、30歳から34歳までの間の平均月収がですね、34万円というそのデータが出ていまして、その金額を、前後するぐらいなのかな、ちょっとわからないんですけども、すごく前後するわけではなくて、多少の前後するくらいの、金額をイメージしていただけたら、噛んじゃった
すいません、おそらくまだカンボジアリーグで数百万円、月数百万円もらってますっていう選手はまだいないのかなっていうのを、ざっくりした答えになってしまうんですけども、これがカンボジアリーグ外国人移籍の、給料なのかなというふうに思っています。そんなような金額なんですけども、物価だったりだとか実際にこの生活でかかるお金っていうのも、また日本とカンボジアとでは全然違いまして、僕も今住んでるこの家ですね、コンドミニアムといってですね、家電がついてるマンションというか、日本で言ったらちょっとタワーマンションみたいなところにですね、大体の人が住んでるんですけども、そのコンドミニアムにですね、例えばカフェがついてるとかジムがついてるとかプールがついてるだとかっていう、こういった充実した施設がついてるにもかかわらず、月々数百ドルですね、ちょっとこのざっくりしたなんですけど、日本円にしますと数万円で、月々数万円で住めるというところが、またこう日本とは違う環境だなっていうのもありますし、物価もですね、思ってたよりも日本と本当に差があるなっていうわけではないんですけども、安いなっていうものもすごく多いですし、そうですね、電気代ぐらいですかね、日本とは生活にかかるお金っていうのは、日本よりはかからないのかなっていうのは、この、僕が来て1ヶ月半2ヶ月ぐらいで感じたことではありますね。はい、そんな感じで、今回カンボジアに来た経緯とですね、ちょっとしたお金事情に関して、お話しさせていただきました。中にはですね、高木お前全然金額ちゃんと言わねえじゃねえかよと、サムネとかタイトルで言う前振りしてる割には言わねえじゃねえかっていう、方もいらっしゃるかと思うんですけど、勘弁してください。ここら辺が、限界かなと。はい、そんな感じでですね、カンボジアにて日々生活をしながらですね、サッカーに取り組んでいます。またカンボジアの生活だったりだとか、お金事情というか、どういったものにどれぐらいお金かかってるんだっていうところもですね、追って動画にできたらなというふうに思っています。もしこの話が面白いなと思った方は、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。今回も見ていただきありがとうございました。また会いましょう。